それに近江連合そのものをある男に受け渡すためのものだったんです。ある男だと？誰なんだそれは。とにかく今は時間がない。お願いします。今すぐ東上会本部に向かってください。行けば全てが分かるはずです。分かった。ここは任せてください。桐生さん、今すぐ行かなきゃならない場所があるんですよね。だがどっちにしても俺はあのカナイってバケモンとケリをつける必要があるんです。それに俺はこの町の住人だ。町を壊したあいつらを許してはおけない。ここは俺に譲って。さあ頼んだ。さあこれで俺もこの町の伝説になれるかな。行くぞカナイ。覚悟せえ。Yeah!
Let's go.